どうもこんにちは。今日はね、玉川球場に来てます。お疲れ様でした。試合勝ちましたね。みんなお疲れ様。オッケーでね、今日俺ちょっと紹介するものです。肌子なの？これです。このネックレス、これは、ね、何かというとね、アロマネックレスって言うんです。わかりますか？アロマネックレス、この中に香水とかをこう染み込ませて、この匂いが続くってやつ。あのさ、普通に香水つけんと消えちゃうじゃん、匂いって。わかんべ？ちょっとおしゃれな草野球やってんやつはさ、香水とかつけんじゃん、ピアスとかさ。でこれはさ、ネックレスのちょなんていうの、ちゃんと匂いがしていい、いいんだよ、これいいべ。ちょっとこう形してさ、ちょうどおっぱい谷間の間に隠れんから、胸の中に隠れんからさ、そうやってってヘッドスライディングしても痛くない。どうでしょうか皆様。では